じゃあすみません、よろしくお願いします。自分の中でのターニングポイントっていうか、あ、この人の出会いでなんかちょっと俺変わったかもとか、その辺をなんかお伺いできたらなというふうに思ってます。いいですか？うん、いいよ。小学校の時はどんな子供だったんですか？うん、小学校の時は本当田んぼやろ、家前が田んぼやし、で近くに山があって川があって、うん、そういう土地で育ったから、やっぱ外で遊んで、うん、まあ日が出る前からね、はい、遊び出して、まあクワガタ取り行ったり、ね、はいはい、魚取り行ったりなんかして、はい、でまあもうサッカーもね、もちろん飽きたらサッカーとかして、もうそんなもうずっと外で遊んでた感じですね、小学校、小学生の時は。木登りとかそういうのもバンバンやってたんですか？もうやっぱね、やっぱ自分が一番ね、やるからには友達よりも一番登るとか、はいはいはい、早く登るとか、はい、ちょっと危なそうなとこ行くとか、うん、そんなんばっかりやってましたね。サッカーとの出会いはじゃあその遊び流れで何だったんですか？サッカーとの出会いは、まあ、本当は野球少年やったよね。あ、そうですか。うん、野球大好きで、巨人軍に入りたくて、はい、まあ、野球もやってた、野球を中心にこうやってたんやけど、この指がね、取れてね、グローブはめれんくなったんや。あ、その遊んだ1年が遊び、怪我で。そう、遊び寄ったら指がポロって取れて、小指が、はい、で、もうグローブ1年ぐらいはめれんで、の間にキャプテン翼が始まって、はい、マラドーナが出て初めて見て、はい、もうサッカーやと思って、でそこからもうずっとサッカー。あ、じゃあでも小学生にとってはなんか大好きな野球が、うん、そういう怪我でできなくなるって相当ショックだったと思うんですけど、うん、ショックでびっくりしたよね、取れと思って。取れるってなんか切断みたいなことあるんですか？切断みたいな、バランポロってだけ、皮一枚で垂れ下がってたけどさ、プラプラになってたけど、まあ、取れたって感じよね。笑えないけど、笑ってしまいますけど。びっくりしたよ。その辺はでも、しょうがないかって感じなんですか？もうしょうがない、もうとりあえずこう戻して、母ちゃんとこ行って、病院行ってみたいな。でもタイミングよくって言ったら変ですけど、まあ、そのサッカーとの出会いが、それ何年生ぐらいなんですか？が、マラドーナが4年生ぐらいだもんね。はあ、でその前にキャプテン翼が始まったと思うのね、3年生とかで。でこれ取れたのが2年の終わりぐらい、もう 3年生になるぐらいだったから、まあ、ちょうどよかったっていうか、まあでも子供とはいえ、まあでもその最初の、まあ、ちっちゃな挫折っていうか、まあ事件っていうか、それがきっかけだったっていうのはすごいですね。まあそれでサッカー、ね、はい、やり始めたって。やってみて最初なんか見てすげえなとかかっこいいなと思っても、やってみて野球と全然違うから最初からなんか楽しいとかってなんか感じることできたんですか？どうなん、覚えてない、まあ楽しかったのことしか覚えてないけどね、小学校の時は。でもやっぱキャプテン翼の一番練習したのはあの歩道橋をね、歩道橋リフティングしながら渡って行くあの学校に、もうあれをやりたくて、成功させたくて、その時期はまああんまり学校に行ってないもん、ね、遅刻というか、先生から呼び行かれたらこういないって探したら大体歩道橋にいる。歩道橋に3ヶ月ぐらいかかったもん、ね、それが。それも小学校の時ですか？小3か4ぐらいの時だと思う。あれでも難しいですよね、かなり。いや、むちゃ下りが難しい。下りあ、じゃあもう例えばなんかサッカー少年団に、少年団ですか、それクラブ少年団、少年団入ってなんかコーチになんかいろいろ教わってっていうよりはもう山で遊ぶ感覚でそのままサッカーやってたって感じですか？もう、まあ、監督も小学校の先生の、まあ、面倒見のいい先生というか、はいはい、まあ、今もね付き合いがあって酒飲んだり一緒にするんだけど、まあ、そういう先生が、まあ、サッカーは知らんけど、うん、まあ、本読んで、はいはい、今日どれ練習するやとか、はいはいじゃあ本当に専門のなんか指導を受けるっていうよりは、うん、楽しくて本当に遊びの延長で、本当に、うん、そんな感じで。中学校行って部活になるじゃないですか、うん、なんか全然変わるような印象ありますけど、久保さんの中学校はどうだったんですか？うん、中学校も、まあ、まず監督が美術の先生で、
本当にまあもうサッカー知らんくて、しかも人間的にもちょっとなんか暗い先生でもう自分たちでやっぱね、もう試合ばっかりしてた、ね、はいはい、練習は試合みたいな、はい、なんか僕の時代でも中学校って結構先輩やんちゃで上下関係激しかったですけど、うん、ね、 あ、 ね、うん、ありました、あったね、やっぱ3年生怖かったよね、1年生がその時はどうだったんですか、なんかその久保さんのサッカーの実力みたいな、今思うと。いや、なけん県大会出たことなかったしね。あ、うん、で 強いチ、うん、強いチームとは何回か試合して、あいつ福岡県の選抜らしいよとかっていうのは聞いたけど、うん、はい、まあうまかったよね、そいつらは。なんかそういうのに選ばれたいみたいな、そういうのもあったんですか、ね、うん、選ばれたかったよね、やっぱね、うまくなりたいっていうのはやっぱあったけ。でもその市の選抜とかにはなってたんですか。なってない。あ、それもなってないんですか。市の選抜が多分なかったと思う、県だけあったと思う、はい、か、地区、うん、地区の、うん、地区が県の中で3個か4個ぐらい分かれとったのかもしれないけど、そんなもん全然分からない、知らんかった。で、しかも当時は中盤だったんですよね。中盤、マラドーナに憧れて。マラドーナに憧れてえ、でもなんか小中でただ単純に本当にサッカー好きになって、うん、まあただ自分たちで楽しくやってるって感じだったってことですか、うんうん、で、その小学校の先生が、あのサッカーやってるあの高校生の、うん、そこのね、町の出身のサッカーやってる高校生の 先輩とかをこう呼んでくれて、こうね、見せてくれたりはしてたけど、そんな感じよね。じゃあそこからなんか今のお話だと高校、うん、地区用に行くってだいぶなんかハードル高い気するんですけど、うん、本当はやっぱ国見にね、どうしても国見で、あの頃すごかったけどね、はい、入りたいっつって、まあ練習もその何人かな、5、6人おったんかな、サッカー大好きで、うん、一緒にずっとやってたの、小学校か。で、国にみんなで行こうとかって言いながら練習頑張ったんやけど、まあ、そんなレベルじゃないのはね、分かってるし、だけどその親、周りの親とかその監督じゃなくて、その体育教師じゃないけど、そういう中学校の先生もこうなんかやってるのは見てたから、俺たちがこう、はい、なんかいろいろ探してくれて、まあ福岡の中でもやっぱ東とか東海は絶対行ってもね、うん、無理やっていうんで、なんか先生が良くて指導者がいいところを福岡探してくれて、はい、それが地区養学園、あ、吉川先生っていう先生を探してくれて、はいはい、で3年生の夏かな、初めてこのその、ね、その体育の先生に連れて行かれて、はい、練習したのを覚えてるね、練習参加させてくれたのね、はい、今までなんか遊びのなんか延長的にやってて、急になんかそういうサッカーの専門の指導者の方、うん、出会った時なんかやっぱりインパクトありました、違うとか、うん、最初多分なんかゲームばっかりしたのは覚えてるけど、まあ高校入ってからはやっぱそうね、トラップの、ね、うん、コツとか、まあその先生フォワードやったから、はい、シュートの実演見たりとかね、うん、いうのがやっぱ覚えてるね。それでなんか自分の中でもぐっとなんか伸びたなっていうのはやっぱりすごく感じました、うん、やっぱヘディングもやれってね、練習やれって言われたし、はい、2個上には工藤さんっていうね、はい、プロになる先輩もおったから、やっぱそのそれでやっぱりやる気出たし、うん、ああなりたいっていうんで、こうやっぱずっと見とったね、その先輩のプレーとか、あれ、まあ、なんか向上心というか、もっと成長したいみたいな気持ちがまあずっと多分持たれたと思うんですけど、やっぱりそれだとしても、そういう工藤さんとかに出会ってなければ、そこまでなんか引き立てられなかったかもしれないですか。ないと思う。もともとなんかでも勝ちたいみたいな気持ちはでもあるんですよね、うん、やっぱり一番なりたかったしね、うん、やっぱマールドローナがね、こうワールドカップこう思ってね、ああなりたいっていうのは、やっぱ一番上手くなりたいっていうのはやっぱあったね。そのま、ね、何人か5人でその町から地区養学園に行くんやけど、はい、その中でも一番、ね、速いやつ持ったし強いやつ持ったから、やっぱその中でも、ね、まずは一番なりてえって思ったし、うん、そんなもうずっとやっぱ一番目指してやってた、うん、やっぱ一番上手いやつのところにねボール集まってくるから、はいはい、じゃあ最初からもう地区養に行く時から、うん、まあでも当時はでもまだプロないですもんね、 J リーグは。
あ、ちょうどできたぐらいですか。始まりやったんじゃ1年1年か2年かね、はい、でも俺だがそれで強烈に意識はし始めたんですか。でもやっぱ工藤さんがプロに行ってからよね、うん、この高校からでも行けるんやっていうのがね、うん、感じてやっぱそうよね。めっちゃ練習したね。やっぱそこからまた練習したよね、はい。じゃあ具体的になんかプロになれるかもって実際思えてきたのは、うん、目指してはた、まあ、最初からいたと思うんですけど、うん、これはいけるかもって思えるようになったのは何年生ぐらいですか。もうないね。だって結局サンフレッチェの練習には行ったけど、まあそれでもむっちゃレベル高かったし、うまかったし、うん、で阪南大、大阪のね、はい、阪南大とか、はい、ああいうところにもねテストを受けに行ったけど、やっぱ全国大会出てるやつとかさ、うん、いますもんね。そのね帝京のやつとかが大きくってさ、やっぱうまいよね、うん、うまいし体もごついし、あこれやっぱ相当すげえやなって感じで、うん、地元の福大に行こうかみたいな感じ、もうしかないかなみたいな感じやったよね、12月まで。え、そうなんですか、うん、あそれ全く知らなかったですね、うん、で12月の終わりぐらいに、なんかもう入ってからサンフレッチェに入ってから聞いたんやけど、もうなんか一枠残ってるのを忘れてて、教科部長がそんなもんちょこちょいなんですか。ちょこちょいじゃない、多分忙しいんやけど、であと一枠余っとるとかってなって、でその俺を見てくれた二軍の監督が、はい、に聞いたらしい、誰かいいのおらんみたいな、でまだ決まってなくて、はい、いいやつみたいな感じで、いやあの福岡から来たやつが、2人で来たやつが2人とも良かったよ、はい、名前は分からんみたいな感じでそんなってどっちなんだよ、2人取ればええじゃんみたいな感じで監督言ったけど、はい、いや1個しか枠がないけん、でもう名前も分からんしとりあえず身長高い方取っとけってそこじゃあ完全に運なんですね、ほぼ1センチ高かった1センチ2人で行ったよね友達、はい、俺のポジションは近かったんですか。そのポジションも中盤で、2人とも中盤ですごいですね。そんなんで入った広島にね、なかなかないパターンですね、うん、であともう一人の片割れはだけ1センチ低かった方は大塚製薬、はいはい、大塚製薬いたよね、はい、で大塚製薬も後から、ね、ボルティスゲイツに、そうボルティスになった時もそれでサッカーやってたね。あ、なんていう選手なんですか。そオーバーキラーっつって、はい、すごいですね、うん、俺の町に小学校からずっと一緒にサッカーしよったやつで、いやでもなんか恩師みたいな人も絶対いると思うんですけど、その恩師ともまた違うかもしれないけど、でもその人が言わなかったら入れてなかったってことですよね。まあね、一枠気づかなかったらね、はいはい、で副大が決まっとったらさ、はいはい、もう無理やしね。確かに確かにいやそれすごいですね。じゃあまあある意味、まあ、なんていうんですか、そのプロに入るっていう当時の実力でいうと、うん、ギリギリのギリギリだったんですか。ギリギリなかったぐらいやろね。だって練習行った時もやっぱ違いすぎたしね、こんね、ひょろひょろやったし、うん、そんな感じだったよね。でサンフレッチェに入って、うん、何が一番なんか久保さんの成長を促したかっていうと何ですか。でもやっぱもう一番最初のキャンプで森保さんのねと一緒の同部屋になって、はい、こうやり方とか練習のやり方とか、うんそういうのを見てからやっぱあれやね、プロってやっぱり、うん、見てからやね、つく先輩結構特に僕たちの昔の時代って特にそうだと思うんですけど、うん、結構激しい先輩もいたじゃないですか、うんね、適当な先輩もあるしね、はい、酒、タバコやる、はい、ね、森保さんに つけたっていうのはある意味すごい良かったですね。初めて見たのはね森保さんやったし、で他にもね風間さんとか農獣園とか、ねはい、高木さん、はい、橋駅いっぱいおったから、まあ、それ見れたのが良かったよね、やっぱね。なんかすごいその先輩の選手から刺激を受けて、うん、でもそれだけじゃまあうまくはならないじゃないですか、うん、そこからなんかそのどういうなんかトレーニングしたとか、うん、なんか練習終わった後、まあ個人の練習自主練、うん、どういうふうにやってたかとかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。まずもうやっぱ生活がねリズムがやっぱ適当やったし、
まあ、とにかくよく寝て練習して食ってっていうのをやらんと、まあ、通用せんなっていうのは思ったし、うん、まあ、森保さんはねそういう生活やってたから、うん、なるべくそういうふうに真似しながら、まあ、もう飯も5食食って、うん、でまあ、練習終わったら筋トレして、うんうん、その辺はなんか、まあ、プロになっているんで、まあ、コーチもいっぱいいるじゃないですか、うん、でそういうコーチの人から、うん、いやお前これ必要だからこれやった方がいいよみたいなことでもなかったんですか、うん、まあ、1対1とかの、うん、の相手をしてもらったりとか、うん、ね、シュートの、はい、シュート練習の相手してもらったりとかっていうぐらいかな。そんなにああしろっても言われんかったし、まあ、気づいたことね言ってワンポイント言って、はい、あなんか変わったとか、うん、そういうのは覚えてるね。なんか自分流で頑張るっても僕もそうな方でしたけど、うん、なんかそれの限界みたいなのもあるのかなって思いつつも、うん、結構久保さんって自分でやりたくてやるとか、うん、なんかその真似してやってみるとかそれでなんか相当上までなんか行ってるので、うん、なんか自分の中でなんかあるんですかね、なんかそのここはすごい意識してたとか、なんかこういうふうにやろうとしてたとか、なんかそういうスタンスとか。でも、まあ、疲れたら結局頭しか動かんけ、まあ、ずっとビデオ 見返しよったよね。あ、自分のもそうやし、はい、あのね、いい選手のあれもそうやし、うん、もうずっと暇さあればビデオ見よったね。あ、疲れてる時ね、はい、やっぱりなんかサッカー見ない人も見ないじゃないですか、うん、振り返りもあんましないけど、やっぱそれ見るという意味では全然違いますもんね、うん、で頭の中で想像して、はい、まあ、ただ見るだけじゃなくて、自分がこう自分の場面と自分の場面と自分が一体してる場面とかよね、うん、のを想像して明日試すとか、うん、まあ、そういう感じかな。やっぱイメージするのが大事かな、その、はい、こう、うん、でもその地道ななんか積み重ねっていうか、うん、で、あ、これプロでも俺上に行けるわって思えるようになったのってどのぐらいなんですか。でも2年半ぐらいかかったかな、やっぱ、うん、それまではたまにベンチとか入ってたんですか。いや、入ってない。1年間サテライトやったし、で、サテライトでもセンターバックやったりサイドバックやったり、うん、まあ、うん、あまりのポジションね、言うたら、うんうん、をやりながらこう筋トレして体作ってって感じ、うん、そうね、2年目、2年半ぐらいかかったよね。で、高木さんが怪我したよね。そうで、あ、タイミングとしては高木さん怪我して、で結局移籍とかもできあの取れんくて、誰かおらんやみたいな で、ちょっとお前やってみるとかって言われて、2軍の試合でね、でなんかサテライトで、はいはい、なんか入るやんみたいな、ち行ってみるかみたいな感じでおい行きますとかって行ったら、最初の試合で点取ったけ、はい、なんかもう使ってくるもらえるようになったよね。まあ、なんかすごいラッキーっていうか運もすごく手にしてるとは思うんですけど、うん、フィジカルとあと技術とかスキルって、うん、まあ、それぞれ必要じゃないですか、うん、それでいうとなんかそこが噛み合ったなみたいな感触もあったんですか、自分の中では。いや、そこではまだないよ。まだ細かったし、あ、うん、結構勢い系だったんですか、まだ。じゃあ、うん、そう、もう勢いで、なんか森保さんにもね、もうここにもこのポジション戻ってこいとか、うん、で、まあ、何ヶ月かしたら高木さん帰ってくるわけ で、はいはい、で高木さん帰ってきて外れるのかなと思ったら、サイド左サイドのハーフとかで使ってくれて、はい、でちょうど森保さんと横になって、はいはいはい、でそれでこうなんかポジションの取り方とか、サッカーのバランスとか、そのサッカーのやり方じゃないけど、はい、そういうのをこう、まあ、試合の中ゲームの中で声出してくれるけん、うん、タイミングとか、ね、分かり出したよね、それサッカーのやり方が。じゃあ完全に森保さんはもうなんかプロとして の、 なんかその意識みたいな部分と選手としてのプレーの部分も両方お世話になったんですね、うんうん、タバコやめさせてくれたのも森保さんやったしねなんて言われたんですか。いや、お前タバコやめきったら10万円あるからって
マジと思ってむっちゃ我慢してそれ超えたんですか。まだ今の10万かかっとる。ああすごい。あそれはいい話ですね。いい話じゃねえけどね。いやでもいいと思います本当に。でもなんかそのなんていうんですかね、その場その場で必死でやるしかない部分もプロってもちろんあるじゃないですか、うん、やっぱり久保さんってどう考えてもこの日本サッカー界のやっぱりストライカーの中で僕は本当のトップの人だと思ってる、まあ、他にももちろんいい選手いるとは思いますけど思ってるんですけど、まあ、日本代表での活躍もそうですし、まあ、マリノスの移籍とかマリノスでの活躍チャンピオンになったりとか、なんか最初の入団当時はそうなるなんて思ってもいない感じじゃないですか、さすがに。なんかどのタイミングとか、まあ、その何がきっかけっていうの自分の中でありますか。いけると思ったの、はい、マリノス行った段階はどうなんですか。まあ、でもそれぐらいにはもうやっぱ自信じゃないけどそういう、うん、そういうのはあったけど、うん、そうだね。やっぱ高木さんいたけど高木さんの代わりにフォワードとかその怪我じゃなとかじゃなくて、うん、なった時にはよっしゃって思って、うん、それかな。中盤からこう前、まあ、中盤でもこうなんか点取り出して、うん、で前で使ってもらえるようになってっていうのになってからかな。やっぱ、うん、そうなんかサッカーも分かりだしたのは2年3年目ぐらいか、はい。サンフレッチェ最初何年だったんですか。何年いたんですか結局サンフレッチェは。何年おったっけ。何年とか6、7年、うん、6、7年おったと思うのね、はい、6年ぐらい、うん、24か5ぐらいまでおったっけ、はい、うん、6年ぐらいね、まあ、じゃあサンフレッチェで本当にプロの最初の機会を得て、うん、でまあもがきながらも、まあ、地道な成長で、まあ、小さな自信を得てで、うん、マリノス行って開花したって感じなんですかね。うんうん、やっぱマリノスに行ってそのまたサッカーが関わるから、うんね、サンフレッチェって結構ロングボール主体で、はいはい、うん、まあ、サッカーが本当に違ったから、うん、マリノス行ったことでこうやっぱ代表でのこうプレーのやり方とか、はい、そういうのもこうなんかしっくりきだしたっていうか、うんうん、日本代表はめちゃくちゃ目指してはいたんですか。やっぱやるとも本当にワールドカップね、はあ、出たかったみたいになりたかったし、やったけどやっぱ難しかったのね。そのサンフレッチェのサッカーと代表のサッカー、まあね、うん、代表長くても4、5日もね練習一緒にして、はいはい、で試合して解散してみたいな、分からんしですね、うん、そんなねサッカー知ってるわけでもねえし、うん、ね、うん、まあでもそれこそ当時の中盤、日本代表中盤なんか、まあ、うん、まあ、素晴らしい選手、まあ、いたじゃないですか。そういう選手をやる喜びみたいなのはやっぱまた新しく得たりはしてたんですか。やっぱマリノス入ってからそれが分かりだしたよね、うんうん、まあ、もうサンフレッチェから代表に22ぐらいから代表に行きよったのかな、うん、そんな面白くなかったよね。もうトリシェンはもうディフェンスのことばっかりやったし、はい、うん、まあ、練習、うん、そうね、試合してもやっぱタイミングね、受けるタイミングもね、はい、全然違うし、なかなかボールこなかったよね。なんか本当に楽しくサッカーできて上手くなるっていうのが一番じゃないですか、うん、でもなんか必ずしもプロでやってるとそういうことばっかりでもないじゃないですか、うん、そういう時は久保さんどんな感じでなんか頭の中捉えてたんですか。もうしょうがねえなって感じですか本当に。うん、まあサンフレッチェから代表に行った時にはもうしゃあねえと思ってたね、うん、でもサンフレッチェからマイナス行った時はどうにかしてやっぱね、うん、ボール触りたかったし、うん、むっちゃ考えたよねあの時も、うん、で自分からなんかもう変わろうとしたって感じですか。なんか成長、うん、変わるっていうかやっぱ、うん、やっぱその時も見るんよねやっぱね、うん、マルキーニョスだったり、うんうん、ジローだったり、はい、そういう、まあ、サッカー知ってる選手の、まあ、安永もったしね、うんうんうん、まあ、ああいうふうにこう遅くなりすぎないような感じでもこう受けてこう自分の良さが出るようにっていうのをやっぱ考えてやってたね。あとやっぱ岡田監督が、まあ、我慢して使ってくれたっていうのもでかかったね、うん、マリノスが結局何年ですか。マリノス4、5年おったかね。4年、うん、4年ぐらい、うん、
まあ、岡田さんが辞めるタイミングで辞めて、うん、その時が久保さん年齢でいうともう 30ぐらいね、ちょうどいい時に今ありますって感じだったね、はいはいはい、まあ、ワールドカップのこともありましたけど、うん、なんか体とかいろんな意味でピークから、まあ、僕たちどん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 落ちていくじゃないですか、うん、そこから先、まあ、久保さんも何チームか移籍されて、うん、まあ、サッカー選手ずっとやられましたけど、うん、その時代ってどういうふうになんか自分の中で捉えてどういうチャレンジをしてたかとかってありますか？いや、もう怪我も多かったしね、腰、膝、あ、痛み引かん時もあったけど、まあ、30歳になってあの、ね、ペトロビッチの、はい、ね、サッカーサンフレッチェでサンフレッチェ戻ってできたっていうのはやっぱ、うん、どうしてもそこでね試合ね、まああんまり出なかったけど、うん、どうしても出たいっつって頑張って、うん、あのサッカーできたのが良かったね、トレーニングできたのが、うん、やっぱり三下さんのサッカーでそういう風に感じる選手すごい多いと思うんですけど、うん、やっぱりなんかベテランとか若手関係なく刺激を関係なくね、本当に楽しかったよね、うん、こうやっぱ攻撃っていう相手崩すやんみたいな、はいはい、その崩し方っていうかそういうのをこう、まあ、練習でやるからやっぱ、まあ、本当にキーパーからね、うん、キーパーが最初とか、ね、はい、キーパーからこう始まるみたいなのをよう言って、まあ、そういう攻撃の練習ばっかりやけどやっぱ面白いよね。いや、そうですよね、うん、でそういう選手が揃ってたしね、サンフレッチェ、はいはい、でも、三下さんのサッカーを経験して、まあ、今、コンサドーレのね、うん、監督ですけど、そこでなんか楽しみを得て、もうそれでもうなんかやりきって、うん、まあ、なんかこれ以上ないからって言って、やめるみたいな選手もまあいるんですけど、久保さん、その後も続けられてますよね。まあね、でもそれ、まあ、体が動けばね、やりたかったし。まあ、まだ勝負もできたけどね、フォワードでこう、はいはい、うん、まあ、それができるまではやったって感じよね、やっぱり点取りたいって気持ちはとにかくずっと、ね、まあ、そのね、点の取り方っていうかね、そういうコンビネーションとかそういうポジショニングとかでこう崩していくっていうのも、うん、教えてね、ちょうど落ち目の時に教えてもらったね、はい、やっぱ頭ね、頭使い出してこう体じゃなくてもう頭も使い出すようになったときにちょうど三下と会えたけ、やっぱそれで長くできたっていうのもあるし、うん、うん、なんか教えるときでもね、子供とサッカーするときでもやっぱそういうのは役立ってるよね、はい、ね、まあ、引退されて、まあ、いろんな活動されてると思いますけど、今回のようになんか子供たち向けの、まあ、スポーツサッカー教室クリニックとかもやられてると思いますけど、なんかその選手のときにやっぱりあの点を取ったときのなんか湧き上がる気持ちとか感動とか、うん、なんかそういうのとはまた違うものを僕たちなんか求めていかなきゃいけないじゃないですか、うん、で久保さんはなんかそれほどなんかライセンスを取っての指導者、うん、で J クラブの指導をしようっていう感じでもないみたいな感じで、まあ、おっしゃったと思うんですけど、うん、なんか次のなんか今やられたながらなんかこれ面白いなって素直に思えることってなんか何ですか、ね、今楽しいやっぱ子供サッカーするのも楽しいし、うん、まあ、ライセンスは取らないです。うん、ライセンスは取らない。ライセンス興味ないね。ライセンスなくても別になんかコーチ手伝ってよって言われたらやるかもしれないですか。うん、まあね、それ人次第よね、その人やったり、はいはい、うん、そうだね、何回かまあ広島のチームにも呼ばれたし、はい、まあ、そういうのは、ね、何年かはやって、うん、やってって感じ。いや、でもタイミングとなんかご縁って感じしますね。うん、まあ、本当そうだよね。え、今企んでることって何ですか。企んでることねえなあ。石鯛釣りで。この間函館でも釣りされたと。函館でも釣りして。なんか札幌に西大吾っていう選手いるんですけど、あ、今ちょっと移籍したんですけど、彼もなんか釣り趣味でめちゃくちゃやってるんですよ。でもなんか釣りやってるとサッカー上手くなるんですっていうなんか独自理論を言ってたんですけど、なんか分かるのってあります？全く。でもイメージしてるんじゃない、やっぱ海の中のこの魚の動きとか、これにどうやって食いついてくるのみたいなとか。
やっぱサッカーも食いつかせるの大事だけどね。まあそうですね。ね、食いつかせてこう、駆け引きを。もうずれたら、ずれたらそこをね、ついていけばいいだけで。通ずるんですかね。通じる？分からんけど、これ。関係ないやろ。いや、でもやっぱりなんか久保さんって、やっぱりなんかちょっと最初に戻っちゃいますけど、イメージではなんかワイルドで、なんか天然っていうか、そういう方なのかなと思いつつも、やっぱり相当緻密に、まあまず見てるとか、なんかこういう小さい目標設定ってめちゃくちゃされてるんだなって、なんか改めてすごく感じさせていただきましたね。あんま考えてねえけどな。あ、まあまあ、でも感じるのめっちゃ大事だと思うんで。感じるのはね、はい、どうなりたいからね。うん、あと最後に、なんか今って結構、まあ、どうより普通の一般社会的にはなんかハラスメントとか、まあ、体罰みたいなこととか、まあ、アウトの時代じゃないですか、基本は。だからなんか子供たちに負荷をかけようとしたときに、昔なんか僕らとやらされるとか、走っとけみたいなことがなかなかできないじゃないですか。で結局なんか子供たちがたくましくなりづらいとか、ちょっとなんか弱いとか、なんかそういうのってあると思うんですけど、久保さん理論で言うと、まあそんなこと気にしなくていいみたいなことなのか、なんか子供たちにやっぱもっとタフになってもらいたいし、結局量やんなきゃうまくならないじゃないですか。なんかそれを乗り越えるなんかポイントみたいなって、なんか久保さんなんかどう思いますか？なんだろうね、そうだね。でも結局楽しいことをやってたら、うん、はい、ね、じゃあ負けた時とかに、じゃあどうやったら勝てるとかって、はいはい、じゃあ山走り行こうとか、俺たち、うん、俺たちだったらね、はい、明日からも山走り行こうぜみたいな感じで、全員でね、うん、早く授業終わらして、もう授業終わったら、学校終わったらすぐ集まって山行こうって言って、うん、そこから練習やとか、うん、でもやってたし、うん、まあ、やっぱそうやってね、本当に好きで楽しいことやったら工夫すると思うよね、うん、だけどそういうのをまず見つけてほしいし、うん、まあ、サッカーやったらそれはね、嬉しいしね、はいはい、それやったら手助けできるし、なんかあれかもしれないですね、なんか情報もいっぱいあるし、うん、なんか頭でっかちになって、うん、本当はサッカー純粋に楽しんで やってればいいのに、うん、いやなんか、まあね、周りからね、なんかそういうのもあるのかもしれないですよね。でもまあたまにしかおらんけどね、俺も見てそうやってそういう子供にたまに会えるけど、うん、まあやっぱそういう子に引っ張られて周りはね、上手くなってるわけで、はいはい、周りの子もね、うん、別にああだこうだ親が言って上手くなるわけじゃないけどね、まあそういう大人がね、周りにねいる地域とか、そういう地域がこうやっぱね、よく、うん、いい選手が出てきてるのかなっていうの、はい、ね、静岡が育ったら、はいはい、ね、広島もあるし、北海道やったらね、北海道もなんかあるはずやから、はい、まあ、やっぱそういう大人がおるところっていうのはやっぱね、まあ、そういう大人が集まりやすいよ ね、うん、ね、リーダーじゃないけど、そうですね、ううみんなして情熱めっちゃ持ってますよ ね、うん、ある人のところにはやっぱそういう人が集まる、まあ、そういう大人になりたいなっていうのもあるけど ね、うん、ね、自分がね、はい、いやでもこれをご縁に、まあ、日本サッカー界全体に貢献する立場だとは思いますけど、いやいやまあでもたまにちょっとまた北海道の子どもたちも、うん、ちょっと見たりとか、うん、ちょっと面白いことにぜひご協力をいただきたいと思いますので、うん、ぜひよろしくお願いします、うんうん、ありがとうございました。